おばあさん、なんじゃ。木札が、これは酒の絵が描かれている。それじゃ。この模様は月かな。木札が、何か見つかったか。月の模様の木札が。それじゃな。拳の模様に見えるな。木札がここに。なんじゃ、どうした。拳の絵の木札が。見つけたようじゃな。剣の模様かな。おばあさん、ん？何かあったか。剣の模様のある木札が。うん、それじゃ。鶴の模様だ。ここに木札が。どれ、何が書いてある。鶴の模様です。それじゃ、よう見つけた。これは竜の書かれた木札だ。一緒に紙があるな。何か手がかりになるかもしれない。一緒に持っていこう。これで6枚だ。おばあさん、全部見つけました。おお、そうか。それを持って鐘楼に登るのじゃ。こんな時間だ。明日にしよう。朝よ。うん。ああ。
この鍵はどこで使うんだ。リョウ、見て。ん？柱に何かある。なんだこれは。描かれている絵に何か意味はあるのか。こんな部屋があったのか。しばらく誰も足を踏み入れていないようだな。六角の柱か。これは輪蔵。輪蔵？古いお寺にあって、中にはお経が収められている。一回回すとお経を一回読んだことになる。でも、どうしてこんなところに。よし、調べてみよう。動かない。これは亮、ヨーバーさんの家。ああ、シェンファーや、この巻物には何が書いてある。うん、竜と鳳王。うん、間違いない、これじゃ。竜と鳳王と宝の絵。竜は皇帝、鳳王は皇后とすると、宝の絵は皇室の秘宝。採掘場にあったのと同じ絵柄。この宝鏡と
全く同じものが書かれている。比喩門が血眼になって探している鏡、お主の鳳凰鏡ともう一つ竜鏡が秘宝の鍵なのじゃ。秘宝の鍵、他には鵜飼の船と大きな穴の開いた岩。鵜飼、穴の開いた岩。利口に長部という港町がある。そこに確か穴通し岩が。穴通し岩、大きな穴の開いた岩じゃ。そして鵜飼、うん、そうじゃ、その絵は長部に間違いなかろう。最後の絵は絶壁の山が連なっている。うん、絶壁の山々か。災いの元になった財宝は断崖絶壁の山奥に封じられたと聞く。秘宝、港町、絶壁の山。この巻物の絵は一体どんな意味が。秘宝の在処を記したものに間違いなかろう。宝の巻物、俺様いただく。またお前か、その巻物を返せ。俺返さない。 Because 日本人弱い、俺様強い。宝の巻物、俺様のもの。何を言っている。強いというなら降りてきて戦え。弱いから戦わない。俺強い。本当に強かったら戦う。どうせ逃げる。クキクキ、俺強い、戦う。クッ、お前は私有門か。俺何も知らない。なんだと。さらった石堀氏はどこ。ゴロツキが船で連れてった。エンさんか。名前知らない。石堀氏二人、ヒゲの男とジジイ。父と女さん、どこへ。長部。待て。父と女さんは長部に。巻物にも長部が。
そのもの、東の十津国より海を渡りて現れる若者、姫七から未だ知らず、かの身滅ぼすこともかの願い叶えしことも、その者勇み立つ時我を求めん、共に荒れ野の道を行かん、待ちて願え、開口は我の古よりの定めなり。地より現れし竜が黒雲をいざない、天を覆うも舞い降りし鳳凰、その翼に降りて四風を生むがごとく、漆黒の世は広がりしも明星は一つ灿爛と輝く。シェンファよ、旅立ちの時が来た。鳳凰を携えしその者と共に行くがよい。あれは名人のバイさんよ。彼の手にかかればどんな運も思いのままよ。あなたは201号室ね。え？宿は港にあるの。長部旅社って看板が出てるからすぐわかると思うわ。荷物は旅社に届けておくから屋台でも見ていったらいいわ。わかりました、ガイドさん。じゃあ良い旅を。